皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、9月21日、21時、23分、先ほどニュースウォッチ9を見てたんですが、大雨に関する映像に関しても以前と同じものが放送されています。で、まあ大雨が能登半島とかで降っていたその原因としまして、まあ、2023年に本当は震度6の地震があったと。で、現地に撮影しに行ったのは、その1年後ぐらいの今年なんですよ、私が行った時。で、今年の1月に、能登半島で震度6の地震があったという放送をテレビで放送してしまってるんですね。で、で、現地、撮影しに行って、今年だったかな、去年だったかな、今年のはずだったはずです。で、現地の人に2024年1月1日に16時過ぎに地震が発生しているということになってますか、これ間違いないですかっていうことを聞きに行ってるんですよ。で、現地の人はそれで、返答してるんですよ。この、まず、テレビ局でフェイクニュースを流すのはまずやめること。昔の映像を使っちゃダメ。本当に今起きてることだけを、放送する。これだけにしなかったら、まあ、僕の方の動画だと、YouTube では、一般公開は絶対できないでしょうから、AI に止められて、現地の人とどういうふうな言葉の受け答えをしているかっていうこと、これをしっかりと覚えてもらって、なぜ大雨が降ってるのかとか、そういったこと、国が行政がどういうふうなことをしてきて、大雨とか台風とか発生しているのか、それ今までの僕のホームページに書いている内容、もうそれが本当だっていうことを政府が認めて世間に公表した方がいいです。それが一番の防災です。で、この件に関して岸田さんが、昨年の1月1日でしたっけ、ノルウェーが来てたじゃないですか。1月1日の何か、まあ、1月1日じゃなかったかな、もう少し、1月4日か、まあ、それぐらいかもしれませんけど、まあ、年初の方の、仕事でですね、で、僕との、時間軸を超えてのニュースの時間帯で、まあ、僕は見てるわけですから、まあ、未来の時間軸に僕はいるわけであって、その業務を行っている岸田さんとは時間軸が違うわけであって、で、岸田さんとの受け答えに関しても岸田さんにノルが来ていて、僕にもノルが来てたんですよ。で、岸田さんが言ってたのは、それで今年1年を乗り切るだとか、まあなんかこう、まあ、前向きなこう気持ちでこう言ってるんだと思うんですけど、かなり無理してるんだと。まあ、こちらに来てる呪いも、もうそこそこの呪いでしたので、まあ無理しているなっていう状態だったんですけども、それ多分、去年だったとするのであれば、その後、能登半島の地震があって、だからこれは僕が言っている未来の時間軸の人たちを怒らせているっていう現象だと思うんですよ。で、だから、情報を正確にまず理解してもらったときに、現地の人も、それまで、そこに行き着くまでの人たちも、能登半島の、能登半島行きの代わり火南号という、特急列車があるんですけども、そこで現れた JR の、車掌さん、特急券を持ってるかどうかを調べる。その人、たまに新幹線に乗ってる時でも、そういう人が現れるんですけど、同じ人の可能性が高いです。同じことを言うんですよ。昔のことを気にする方がアホって。めちゃくちゃでしょ。多分その人は自分の、その人は気にした方がいい。自分たちのしてきたことで天気がどうなってるかっていうことをしっかりと学んだ方がいいのと、テレビに映ってないからといって何でも言っていいかって言ったら違いますから。天気等に影響を受けてる。で、まあ、兵庫県、特に神戸市に関して、今年の夏場、特に雨がほぼ降ってないんですけども、まあ、僕は頑張りすぎてる部分もあるとは思うんですけども、様々なことに関してですよ。で、まあ、昨日も遊んでないですし、今日もまだ全く遊んでないです。昨日、だからもう0時00過ぎるまで全く遊んでないんですよ。で、
まあ、それは裁判用の書類を作っていたりだとか、家でももう本当に体しんどくて倒れ込んでいたりだとか、そういうふうな状態で、いや、だから僕と同じ睡眠時間になったらみんな分かりますよ。それはどれだけきついかって。で、まず情報を整えなきゃならないから、本当のことだけテレビで放送しなきゃならないのと、あと、中継ですっていうものをしていて、その同じ時間軸の、例えばニュース落ちない、今日でした、2024年の9月21日でしたけども、もう一度見せておきますね、9月の21日。これデジタルだから絶対に、嘘はないです。このタイプのものは、Wi-Fi を伝わってきて、パソコンとかに表示される時間とかと同じで、絶対同じ時刻を表記するんですね。で、何がどういうふうな形でどうなってるかっていう、これを明確化しなきゃならないんですけども、それは明確化するのを逃げに回って、てしまってる。だから余計ひどいことになってるっていうのが結果ですから、だから岸田さんもだいぶ前から結構顔がだいぶ、あまり良くないバージョンの顔になってたり、していました。で、だからこのテレビの放送の仕方だったら日本人同士で足の引っ張り合いをしています。まずそれが、まず災害についての、防災に関する法律っていうものから逸脱しています。放送法現在の第108条、現在だと思いますよ。っていうのは、平成20年度の六法全書だと、放送法第6条の2なんですよ。防災に関する、放送と。その内容とかもホームページ、IKS ができない一番見てもらったらわかるんですけども、平成31年度の六法全書では、放送法の第108条に変わってるんですよ。内容は同じものなんですよ。6条の2のものは、108条に変わってるだとか。この放送界の人たちでそれをしてしまうと、法律は行方不明になるんですよ。昔からこれ言われてるんですよ。一般人の人たちはまずその世界についていけない。で、仕事で取り組んでる人だけでもうごく少数の人たちだけしかわからない。で、それに当てはまった放送が全くできてない。で、散々僕から本当の証拠とか提示されて、言われているのに、なぜその嘘とかが余計なのに、なぜそれを従うんですかっていうことなんですよ。そこにメリットなんかないはずなんですよ。それとも、先ほどの河川の、その氾濫とかの映像も、以前見たものをもう一度テレビで放送とかしたりしてるんですけども、ニュースウオッチ9が、何目的か分かんないですよ、全然。そこにメリットなんか全然ないんですよ。で、ただそこで、テレビに出てる現場の人たちとの、受け答えに関して、心の声とかで、いやもう僕が撮影しに行った時もそうですけども、テレビの放送で2024年の1月1日に地震発生したことになってますって現地の人も聞きましたけども、そうですっていう返答されてしまってますって。それはテレビで放送してましたけども、そうですかっていう部分で、テレビでは放送していたって言ったから、そういうふうに答えたとか、こういう、そうじゃなくて、自分から率先して、いや、地震が発生したのは2023年の、4月でしたっけ、5月でしたっけ、その辺のところ、現地の人たちがしっかりと言うと、震度6については。だから、もう、社会全体がもうめちゃくちゃなままですね。だからエネルギーの残存量問題とかも、それ本当に甘く見ない方がいいですよ。政府は2035年にガソリン車生産停止に関して、発表するところまで安倍政権で持っていってますけども、それ多分もうワンサイクル遅れてしまってるんですよ。だって石油の残存量が2022年のデータでもうロシアなんか1万5000メートルもそこまで掘ってくれていてですよ。もう54年分に来てるんですよ。僕は若い頃69年分ですよ。先々まで掘っていく分ずっと含めて、計算出してたんですよ。で、世界中でガソリンの消費量をずっと拡大してるんですよ。
それを数値化して、ホームページ淡井圭介の履歴の36番に、掲載しています。まあ、そこもサイバー攻撃を受けて数字変えられたらおしまいなんですけども、こちらから見たら小泉純一郎、彼が、小泉進次郎氏が、彼が総理になった時ぐらいにガソリン車の生産とか停止になるような形になっているように見えるんですよ。年齢的に見ると。これワンサイクル遅れていて、小泉純一郎さんが総理の頃にガソリン車の生産を停止っていうことを発表しなければならなかったと。だからいろんなところの河川の撮影とかしに行って、あっちこっちでも不法投棄の車が見つかると。本当にもういろんなところをたくさん撮影しに行きましたから、これ平均化すると多分日本全国、今の国境内で1万台ぐらい不法投棄されてると。で、本当の人口自体を正式に発表してない。で、元官房長官の加藤さんなんかは、僕も本当の人口は無理な方だからとか、言ってるんですよ。僕の心の声とか、呼びかけに関してですよ。対応するときの言い方。そしたらもう絶対解決不可能になってくるんですよ。で、こんなに人口少なかったんだ、第二次世界大戦が終わった頃の人口は3000万人ぐらいだったんだ、今の国境内がっていう話から始めて、だからまあ高校野球でも、まあもともと出場してる高校の数が少なかったところなんか、もう今20校台だとか30校台だとか、各都道府県の単位でそれですよ。でも人口どれぐらいかも大体わかるじゃないですか。すべての高校に野球部があるわけじゃなかったとしてもですよ。あと他にも野球部のない高校がある程度あったとしても、野球の方は日本は基本的に広まってますから。だから第二次世界大戦の前の頃の満州国とか朝鮮半島とか台湾とかを合併していた頃の人口1億2000万人の話をずっとテレビで放送してるでしょ。で、少子化はずっと言われてるのに、人口のテレビの放送の仕方が変だなっていうことをみんなが理解しなければならないのと、もうそこでもう自民党の人たちがしなきゃならないことは今までの件で本当の人口を発表しなければならない。それをずっと、怒らせてきましたっていう謝罪を絶対しなければならないです。まあ、立憲民主党の人たちが政権を取ったとしても、それを自分たちでしなければならないという形になります。もうどこの政党の人が政権取ってもですよ。だから、それが遅れれば遅れるほど、これは僕のせいじゃないですから。これは政治家の人たちの、責任であって、それこそ世襲制とかで、議員の人たちが選ばれてきてるのは、それ責任問題とワンセットですから、だからそのことを、丁寧に、説明しなければならない。そしてそれを定着して、そこから物事を考えていかなかったら、みんなが間違えてしまうんですよ。だから一応東京都の方ではガソリン車の生産と販売停止を2030年に掲げてますけども、もう日本全国にした方がいいです。だからもうできることは早め早めにしなきゃならないですし、あともう採掘に関しても秋田県だけで石油の採掘をしてることになってますけども、もうこれ正直僕の本音で言いますね。日本の沖とかでいろんなところで採掘していませんか？普通は言われるはずですよ、他の国の人たちから。自分の国で採掘してくれって。それで地震が発生してるんだからって。子供でも分かる答えですよ。空洞化が広がっていくんですが。世界中で金属類と、石油とガスと石炭とウラン鉱、こういったものの、まあウラン鉱に関しては金属類に入るかもしれませんけども、こういったものの採掘、まあ金属に関しても鉄から銅からいろんなものがいっぱいありますよ。詳しい人たちの世界ではもう30何種類あるだとか、もうそういうふうな話になってくるんですけども、200億トン分ぐらいの空洞が出来上がってるんですよ。年間、世界中で。トータルするとですよ。岩石と一緒に、金属類がベルトコンベア流れてきている、くっついてますから。その映像を見たらわかります。ああ、その金属以外にも、掘ってるっていうことは岩石といろんなもの掘ってるんだなって、空洞が広がってるんだなっていうことをまず理解しなきゃならない。あと河川の底から水がずっと抜けてますから、雨の日じゃないんですよ。雨の日の量じゃないんですよ。雨の日は、水の量が増えますけども、晴れてる日は流れてる水の量ってどこの河川もすごく少ないじゃないですか。
で、その少ない理由として、上流の方から下流の方までの間でいろんな箇所で流れてる量の3分の2ほど抜けていってるんですよ。だ雨が降った時の水の量、その量に対しての3分の2ではないんですけども、晴れてる日の量に対しての3分の2なんですけども、それをもう24時間水がそこに抜けっぱなしで、地面の底は空洞化して、阪神・淡路大震災は湊川の河川の底から水、そ、えー、そこから水が抜けていて、で、地震になってる可能性が高いと。だから震源地に関してはもうコンピューターの出してるデータだから、本当に、地下 15km だとか、1万 5000m だとか、1万 7000m だとか、それよくわかんないんですよ、はっきり言って。水が地面の底は抜けていってるっていうことは、ある程度の層のところから、地面の底は軟弱化してるんですよ。で、揺れやすくなってるんですよ。地震が発生した時に。まあ、昔のイカメキラのニュースそうだったか、という番組で、まあ、模型みたいな形で、まあ、土のところに、こう、ビルみたいなものを、こう、立てて、まあ、刺してと言いますか、土の中に。で、片やもう一つの方に、同じようなもので、水を流し込んだ時に、どれぐらい揺れるかっていう、同じ揺れでっていうところで表現した時に、もう液状化現象してるところの方が絶対揺れやすいんですよ。で、揺れ方がひどくなるんです。で、だからまあ、しなきゃならないことは、まず河川の、整備であって、人口の少子化はもう何十年も前から続いてます。49年ぐらい前から続いています。じゃあ、高いビル建てる意味ないじゃないっていう話になるんですよ。だその件も自民党の皆さんは謝罪しなきゃならない。だから兵庫県のいろんなところを撮影しただけで、兵庫県の知事だけを出してきて、責任追及をして終わらせようっていう形は、これは卑怯すぎます。これもうみんなの責任っていうことで謝罪しますよ、自民党の人たちが。みんなの責任っていうのは、一般の建築業の人たちとかも含めてもう全員ですよ。みんなある程度政府からの税金からのお金が流れてきて、商売成り立ってたわけなんですから。で、余計な工事とかいっぱい通達していた。もうみんなでそれ正直に言いましょうよ。これ言わなかったら永遠に続きますよ。っていうことはエネルギーのザドル問題の解決なんか絶対ないんです。高速道路なんて今でも作ってるんですから。いろんなところで。バブル崩壊したの1990年ですよ。僕は中学生の時です。なのに、高速道路まだずっと、それ以降もずっと作り続けてるんですよ。僕は二十歳ぐらいの頃に出来上がってなかった高速道路が、いろんなところでも今いっぱい出来上がってしまってるんですよ。兵庫県と京都府だけでも、京都は縦貫道で、この辺りでも中国自動車道とか以外にも、川西市の方への高速道路がいつなんかもう出来上がってるんですよ。昔なかったですよ、僕は二十歳ぐらいの頃。北神戸線もなかったです。高速道路。五社と、まあ、美濃谷っていうところぐらいを、高速道路化してるんですけども、あれもあんまり意味ないです。あんまり車走ってないです、もともと。で、作ったがゆえに、トンネルのところで、大きな事故とかが発生してしまっています。人口は少子化してるのに、人が少なくなっていってるのに、高速道路なんか作る必要なかったんですよ。で、エネルギーの消費を抑えなきゃならないか、みんな電車バス等でできるだけ、生活してくださいねになりますから、車の量が減るはずだから、一般道でよかったっていう話になるんですよ。まあ、神戸の人しかなかなかわからないと思うんですけども、特に北区の人じゃなかったら、まあ、有馬街道のところですね、まあ、平野の方に抜けていく。まあ、そういったところ、まあ、三田市に向けてのその道って、一本道なんですよ、基本的に。まあ、鵯越の方から登ってくる道路と合流する形にはなるんですけども、すぐに谷上のところではもう一本道になってますから、もう本当は美濃谷のあたりからなんですけども、それで十分だったんですよ。片や万博を理由でまだ高速道路を大阪の方で高槻駅
とどっかの駅の間で作っていて、で、それすらも作り続けてる。さすがにそれは海外のせいにはできないですよ。海外のせいの人たちのせいには。だからそれが自民党の人たちや公明党の人たちが責任を持って、世間に謝罪をしなければならないことであって、だから自動車の生産停止自体が多分小泉純一郎さんの頃に、達成しなければならなかったんですよ。そうじゃなかったら、1997年、8年、フルーツ・ラ・パークに世界中の政府上層部や、その後世界の政府上層部になられる人たちとか、その後、各大臣とかになる人たちが集まってきた意味がなかったってことになるんですよ。あの時も分かってたことですから。だから誰かが何とかしてくれるっていうような考え方で、生きていくんじゃなくて、例えば20歳ぐらいの僕は、ガンダムの生みの親、富野さんが若い頃、石油の技術的採掘可能埋蔵量80年分だって言われてたんですよ。テレビの放送のガンダムが放送されていたのは、1996年ぐらいがスタートだったと思うんですよ。僕はその後の1997年に生まれてるんですよ。8月9日に。だからそれを聞いたときに、まず危機感を自分は持たなきゃならなかったと。で、20歳の頃にいろんな人に、20歳前後の頃にいろんな人たちに会って、エネルギーの残存量問題とか教えてもらって、大変なことになってると。これ100年先も全然持たないじゃないっていう話。その輸入の件に関しても、正直もう皆さん、もうよくわからないでしょう。昔から地震それで発生してますから、阪神淡路大震災の前は、阪神淡路大震災の時に日本の国内の放送では、世界中の大都市で一番最初に起きた大きな地震は阪神淡路大震災だみたいなことをテレビ放送してるだけなんですよ。知識がないだけで。アメリカの方の都市部で大きな地震発生しますから。で、それを僕は小学生ぐらいの頃の、NHK の、アメリカのドラマで、主人公がおじいさんガスって呼ばれてる人だったんですよ。時刻は20時から21時ぐらいのドラマだと思うんですけども、そこで都市部で大きな地震が発生している映像が出てくるんですけども、多分あの当時だったら実際にあった時の映像をそれ使ってたんじゃないかなと思うんですよ。記録、アメリカの方でも、アメリカの人で、情報に長けてる人が、遡ってもらったら、アメリカの方でも地震は今まで何回もあったっていう話になると思うんですよ。河川の底の話もありますから、金属とか石油とかの採掘だけじゃないですから、日本でも昔から、大きな地震はたくさん発生しますから。その両方なんですよ。能登半島では、僕の読みでは、多分石油類の採掘をしてる。言葉を書いてメタンハイドレートって言ってるのかもしれませんけども、メタンハイドレートの方は多分サハリンとかそちらの方なんじゃないかなって思うんですよ。だから寒いところの地域ですから、採掘した時に、まず天然ガスの7割が石油の揮発したものなんです。で、低温にすると、液化されて、で、0度以下になって、氷になってメタンハイドレート、それがサハリンとかそういう意味だったら、なんとなく皆さん分かってくるじゃないですか。日本海の方も冬場は寒いですけども、それ以外の時期を考えたら、まだ気化してたとか、そうなるんじゃないですか。掘っていた、採掘していた河川の底から水抜けてる、その両方で、大きく、断層みたいな形になってる。断層、要するにずれる。その下が空洞だったから、ゴボッとなる。で、隆起してたわけじゃないですか。能登半島の場合はね。これ僕の方で説明します。あなたたち結論付けないでください。簡単ですよ。地面の底で空洞が広がって、斜めに入り込んで隆起してるんですよ。そんな説明すらできないんですよ、教授が。報道陣の人たちが。
で、それテレビ見ながらニュースライブ正義の見方とかも僕の提案でできた番組ですから、ものすごく怒りながら正直言いました。なんでそんな放送するんですかって。考えたらわかるじゃないって、もう今まで散々言ってきたんだからって。いい加減もう多少も企業の人たちを訴えられた方がいいのかもしれない。採掘をしてた人たちが。もうこの結論になるんですよ。もう実はこの結論を出してきた人たちは先人の人たちいるんですよ。僕よりももっと年配の人たち。そしたら自然と車屋とかも訴えられて生産しなくなるって。そうすることによってガソリンの消費が減らせる、金属類とかの採掘とか物を大事にする、余計なものを作らない、余計なものっていうのは遊園地とかそういうことなんですよ。それでもまだ皆さん、本当のことを言わない人たちに政権握らせますかっていうような言い方も、今まで自民党の人たちと仲良くしていた僕も言わざるを得ないんですよ。この間とかは、9人の総裁選の時に、例えば高市早苗さんの映像が出ている時に、安倍さんに会いたいとか、まあそういうふうなことを心の声で述べた時に、もう涙声になってくれてましたよ、高市早苗さんも。もともと昔、僕と一緒に会って仕事しますから、神戸市立ホテルフルーツラーパークで。で、4階事務所です。事務員として高市早苗さんが、まあ、何日か働きに来てましたけども、東京都知事の小池さんもそうですよ。だから、もう僕と会っては、ちゃんとしっかりと話してですよ。一緒に働いてたとか、まあ、そういう人たちで、大臣以上になってる人たちが、まあ、知事イコール、大臣と同格者なんですけども、50人以上いらっしゃいます。鳩山由紀夫さん、邦夫さんもそうだから、だから立憲民主党もそうなんですけども、まあ、その前の名前が名称民主党。で、民主党自体は本当は自由民主党から派生した民主党であって、だから自民党のことなんですよ。で、そこからコンクリートから人へっていう考え方で物事を分けたのが多分立憲民主党の人たちだと思うんですよ。で、あんまりけどその方向で話しすぎると、まあ、C っていう安倍さんの声が聞こえてきたんですけども、まあ、それは安倍さんとかコンピューターのけじめのつけ方なのかもしれませんけども、だから、まあ、自民党の人たちが、例えば極端な話、ものすごくバッシングを受けて、普段の日常生活、議員当選しなくなって、普段の日常生活もいろんな人から絡まれたりするだとか、そういうふうな生活になってしまうのもそこまで行き過ぎだから、ある程度のところで、だから全国民がある程度責任を持たなきゃならない。自分たちでどれだけ、エネルギーの節約をしてきましたかって。例えば僕だったら、今年まだ風呂一回も沸かしていません。全部シャワーで対応してます。で、8月とかなんかは、水のシャワーを浴びています。9月入ってもまだ、21日まで来てますけども、まだ水のシャワー浴びてます。ガスなんか残り49年分ですよ。ここまで来て、そういうふうな取り組みをしない人たちの方がどうかしてるんですよ。どちらが異常かがなんかちょっと考えたらわかるんですよ。自分が生きてる間ぐらい石油が出回ってるとか、ガスが採掘されるとか、そういうような身勝手な考え方になってる人たちの方が頭悪いんです。それが海外留学行っちゃう人たちなんです。自分の国ぐらい自分で面倒見なきゃならないんですよ。そこには何があったかって言ったら、お金稼ぎの話があって海外留学とかにどうしてもなってしまった。もしくは血縁者の話だとか、まあ、政府上層部の人間の家系の人間だったから海外留学になった。それしてしまうから世界とのつながりが強くなってしまって万博潰せなくなっちゃうんじゃないですか。オリンピックとか。いらないんですって。自分たちの生活で絶対必要じゃないものですから。そこに価値があるないとかの話をしてしまうと、僕もそれの勝ち負けに関わってきた人間だし、それに関するいろんな思いっていうのはありますよ。ありますけど、それを一旦もうなしにして話し進めなきゃって言ったら、永遠に何も変わらないんですよ。
これ他の国でガソリン車の生産停止、どれくらいの国が言ってくれてましたっけ？ 2030 年でしたっけ？ 2035 年でしたっけ？これ後でね、最後の最後までガソリン車生産してたところは絶対法律で負けますよ、裁判所で。そういう世の中じゃなかったら絶対無理なんですよ。で、政府上層部の人間同士で仲良くしていたり、だから日本の政府上層部の人間しながら、中国人民解放軍の自衛隊のね、自衛隊のものすごい上の方のしながら、幕僚長は言いませんよ。その一つ下か二つ下ぐらいをしてた人が、中国の人民解放軍の上の方、日本国内で死んだことにして、したりとかするんですよ。昔からこういうことずっとしてるんですよ。だから本当のこと、裁判所真実が全てなんだから、本当のこと、真実だけで世の中進めなかったら絶対無理なんです。もうみんなほったらかし、誰かは何とかしてくれるだろうって。だから会社法とか法律があるんだから、そこの会社が悪いになるんですよ。こんな放送の仕方をしてたら、そこの会社が悪い。で、その上は総務省、総務大臣。で、その上は内閣官房長。で、総理。で、天皇家の人たち。で、その上は国連と。ある一定の成果っていうのは出してはいますけども、ガソリン車の生産停止をもう打ち出しましたから。だから全くしないわけでもないっていう部分はもちろんあります。ありますけども、多分これはもう、最後、その小泉純一郎さんの頃にもうでき、発表して、多分2025年にはガソリン車の生産停止だったと思うんですよ。で、早くには多分2020年だったと思うんですよ。それは多分オリンピックにすり替わってるんですよ、多分。あとはなぜオリンピックに関する基金の条例が2006年に出来上がったかの件については、別の動画で、言いますね。まあ、2004年ぐらいの頃から精神病院に通院させられるようになりましたけども、多分そこで利用されてます。まあ、それはちょっと別の動画で作成します。以上です。